ども、まあ、本日ですね、我が党とですね、日本維新の会、音喜多政調会長との間でですね、救済法案、合意をいたしました。非常に簡単な紙で恐縮なんですけれども、今この合意に基づいて急ピッチで法制局が法整備を始めると、というかもう準備段階で重なっている部分などはもうすでに法律の作成作業をしているんですけれども、なんとか、近々ですね、国会に他の野党にも呼びかけて提出をしていきたいというふうに思って、おりますので、報告をいたします。はい、皆さんお疲れ様です。日本維新会の音喜多駿です。今長妻政調会長もあった通りですね、被害の救済に向けた法案が両党で一致をいたしました。大枠は先週ですね、立憲さんの案と維新の案をそれぞれお示ししていますけども、その中でですね、行政的刑事規制についてはこれは立憲さんの提案していた通り入りまして、で我が相談体制の整備等ですね、こうしたものを立憲さんの案がそのまま残りまして、我が党からですね、問題提起をしていたいわゆる著しい財産の損害、ここに対して、目安として、あくまで目安として一つの要素としてですが、金額、具体的な数値を入れると4分の1とさせていただきましたけども、ここについては一つの目安として入れるということでご了承、合意を得ました。そして取り消し権についても、特別補助制度ということで本人以外の方が使えるように、家庭裁判所の判断によっては使えるようにというところについても、ここについても合意をしたということでございます。なので今我が党も党内最終手続き入りますけれども、両党政調会長は一致したということですので、早急に法案提出に向けて動いてまいりたいと考えております。救済法については取り急ぎ以上です。これちょっと補足いたしますと、ここにある通りなんですけども、基本的にはですね、政府は消費契約法の改正ということを考えているらしいんですが、それではですね、限界があるんですね。これ相当議論しました。でこちらの方は新法ですので、新しい法律ですので、相当吟味をして被害弁護の団の方などともですね、意見交換を多くの専門家としたわけです。でこれが発動する前提としては、特定財産損害誘導行為というですね、こういう行為があると。これマインドコントロール状態っていうのはを、これ日本語で相当ですね、自由な意思決定を著しく云々かんぬんとか、精神身体の不当拘束云々かんぬんとか、不安恐怖を与えるとか、相当日本語で条文の中にですね、そういう状況に陥らせるということを書いた上で、手段が悪質性、そしてもう一つは結果の重大性ということで、手段が悪質でも結果が重大でなければですね、なかなか発動できないわけで、じゃあその結果の重大性というと、この人の財産に著しい損害を生じさせるというようなことが、ここの右の方に少し解説みたいな、これ条文ですね、条文案が書いてありますけれども、ここにですね、単純に著しい損害だけですと、ちょっとどういうものかなかなかわからないというようなことなので、音喜多政調会長がおっしゃったように、この年間の収入の額の4分の1に相当する額を超える額となるかどうかを目安の一つとして、標準的な収入を得る人においてはという前提ですけれども、そしてもちろんそれは目安の一つで、それ以外でもその資産ですね、資産というのは借金も負の資産ですので、それももちろん入っておりますし、収入の状況というのもですね、不安定雇用とか、いろんなことがありましょうし、生活の状況というのも家族の人数とかですね、いろんな扶養者の数とか、生活のいろいろな状況とか災害含めて、そしてその他の諸事情を考慮してということで、これは裁判所がですね、いろいろなこれまでの判例でも積み上がった考え方などなども含めて、総合的に判断をいただくというような趣旨になっております。
で、音喜多政調会長からも話がありました特別補助制度ということについてはやっぱりマインドコントロールそこから解けない方がですね、ご家族がいくらお話ししてもなかなかという場合ですね一定の相当限定して基本的には家庭裁判所が判断して認定するんですがその場合例えばご家族がご本人になり代わってですね、取り消しとかですねそういうことを主張することができるとで相談体制は実態調査とかこれ何の法律も今までないわけで、相談体制の整備とか教育啓蒙とかですね、まあ、こういうようなもので、ありましてですね、これをまあ、なるべく早めに提出ができればと各党にも呼びかけをしてですね思っております以上です。通園バスも全部説明してから質疑をお願いしましょうか。あとすみません今の救済法案についてちょっと再三の繰り返しになりますけども今長妻政調会長もおっしゃっていただいた通り手段の悪質性結果の重大性というのが前提になっておりますからやっぱり宗教法人に限らずこうしたことをする行為に対しては全て対象なんですがやっぱり一般のですね宗教団体とかに何か規制をかけるようなものではなくてこうした行為を行わない方にはもう関係がないものであってあくまで、まあ、今トラブルを起こしている団体のようにトラブルこうした悪質なことをした団体のみが対象であるということあと金額も入りますけどもあくまでその目安の一つであってオートマティカリにその金額を取ったから何かこの法律が発動して無効になるものではないということも申し添えたいというふうに思います。それとあの今政府もいろいろと検討されて明日には素案がという話もありますけども、まあ、さらにミニマムなものであると私も認識しております。あの本当被害者救済のおける一番最小限のもので、で今回我々が提案するようなやっぱり行政罰、刑事罰というような出口、そういうことをやった団体に対して何か効力、実行力を持って、取り締まれるようなことがなければ効力は疑問ですし、あるいはなぜこの金額にこだわったのかというとやっぱり司法が動きやすく司法がちゃんと動けるようなルールというのもやっぱり踏み込んで作らなければいけないと思ったものですから、我々は議員立法というのは、まあ、こういう政府とかあの有識者が賛否分かれたものは両論返金になったりとか慎重な結論になりがちなところをですねやっぱり被害者のために踏み込めるのが議員立法の強みであると思っていますので、今回これ合意できたということは非常に大きな一歩だと思いますので、まあ、これはあの出して満足でなくて、まず審議に入って可決されるようにしっかりと協力して最後までやっていきたいと思います。今の話通りここで我々野党の力を結集して政府にこれを与党政府に飲んでもらわないと完結しませんので、ここで逃したらまた10年20年30年水面下に潜りかねないとこういうふうに思いますので、この臨時国会でなんとかですね、政権与党に飲んでもらうというようなことで、現場の実務者の皆さんも本当に熱意を持ってやっていただいたところです。で、今の繰り返しですけれども、いずれにしてもその結果の重大性というのはまず手段の悪質性が前提にあってですね、そして損害ということですので、ですからあのこういうことをしない団体については何のこれが差し障りにはならないとこういう趣旨です。続いてあの通園バスで大西さんからじゃあ概要をちょっとお願いいたします。この通園バスの、法案についてはもうあの、骨格になる部分については、まあ、法律で、この置き去り防止装置を義務化する、そしてその費用については国が全額しっかりと面倒を見るということであります。で、ただその中でですね、あの日本維新の会といろいろ協議をさせていただいて、いくつかあの非常に前向きなご提案をいただいて、それを取り上げさせていただきました。まあ、一つはあのバスといってもいろんな種類がありますので、非常に小さな、まあ、軽自動車軽バンにちょっと毛が生えたようなものはどうなのかということで、まあ、一定の規模以上の、一定乗車定員以上のバスということで、これはあの取り入れることにいたしました。それからあの、まあ、買うだけじゃなくて、維持管理にもお金がかかるので、ここはしっかり維持管理の費用も見ていこうと、まあ、ここは多分、政府から出てくる案よりも手厚い支援になるんじゃないかなというふうに思っております。合わせて、この装置についても、まあ、いろんなものがありますけれども、ICT を活用してですね、情報通信機器を活用していこうということで、その開発や普及の部分についても、
維新さんから前向きな提案を取り上げ、取り入れさせていただきました。合わせてもちろん危機も大切なんですけれども、この間死亡事故と重大事故に至らないケースでもですね、置き去り等があったということが、多々報告されておりまして、そうしたヒヤリハット事例のようなものについてはしっかり収集公表してその情報を共有していくと、こういう点についてもご提案いただいたので取り入れさせていただいて、合意を見たということでございます。以上です。ありがとうございます。ちょっと維新の考え方を少し煽れるから補足させていただきます、はい。今回ですね、通園バスの安全装置をつけるということとについてはもう政府がこれ義務化するという形で出してきてますので、こういったものをですね、一方的に園の負担で、押し付けるというのは違うんじゃないかということで、今回立憲さんの案の無償化というところに維新としては乗らせていただきましたが、そもそもですね、政府の側のお話を聞いてますと、果たしてこの解決策でいいのかっていうところは、党内で非常に議論がありました。まず静岡県の牧之原市の事件を、女児の事件をですね、受けて、今回の件が出てきているわけですけれども、これ以外にですね、こういった似たような事例ってどれぐらいあったのかと担当省庁に聞いてみたところ、2件であるということですね。でそしてまた今回ですね、この事故の原因は何であったかということを政府に問ったところ、これは分からないというか現在調査中であるということだったんですね。つまり当日運転している人が良くなかったのか、あるいはそのバスの問題なのか、あるいはその通院通園のですね、記録が取れてなかったというところが問題だったのか、人が足りないのか、さまざまな原因が考えられる中で、バスの原因だったというところはきちんと特定がされてまずないわけなんです。でその上でただなぜか通園バスのこのブザーというか防犯装置という、この解決策になぜか固執をしているという状態で、これこれをつけた場合ヒューマンエラーなくなるのかという話もしたんですが、これ実際実用化しているのはアメリカと韓国、義務化しているのはですね、この2カ国であると。そしてまた韓国の方ではこれを義務化した後もヒューマンエラーで事故が起きているという話がありました。そういった中でですね、本当にこのどういう病気であるかわからない中でこの薬が解決策であるというようなことを言っているようなもので、これについては非常に疑問がありまして、維新の方ではそこはそもそもこれはどうなのかという議論はありました。ただハードとソフト両方で解決しますという役所側の説明を聞きますとですね、通園バスに関しては費用負担は園で全部、そしてまたそれを使うマニュアルみたいなものを配りますのでよろしくお願いしますという話、これは園の負担、人のですね、さらなる仕事を増やすということですから、そういったことが果たして適切なのかどうか、ここをですねやっぱり問題提起するためにも、メンテナンスだとかですね、その他の問題も含めた無償化というかですね、なるべく園の負担を、ないような形にですねやるのであればすべきだし、そこまで予算が出せないというんだったらそもそもこのやり方はどうなのかということを考えるべきじゃないかという問題提起の意味で我々は今回の法案に乗らせていただいた、そういう経緯になります。だからこれご存知のように政府、非常に政府も追っかけているわけですね。統一教会についても多分明日の午前10時ごろいろんな発表が政府があると思いますが、この園バスも明日か今日かだと思うんですけれども、政府の場合はですね、9割でしたっけね。だから結局1割、9割補助であります。我々の場合はさっきも話ありましたように10分の10ということで10割、ということでありますので、これはですね非常に普及しやすいというふうに思います。もちろんこれでも事故は未来永劫一件も起こりませんということでは、もちろんヒューマンエラーもありますが、ただ限りなくですねこういうことは二度と起こしたくないということで、できる限りの諸外国も含めた事例を見ながらですね、まずはということで、こういう措置、法律、政府は法律じゃありませんので一時的です。またいろいろなことがあれば財務省が予算を削るということももちろん起こりうりますので、これは法律できちっとやればですねそういうことはない、そしてどんどんこの法律もブラッシュアップをしていると、こんなような趣旨です。
法案について両党で合意したということで提出をめがけて今後最終的な調整を行っていきたいと思っております。じゃあ質疑応答に移らせていただきますので、また挙手の上社名名乗っていただいて、どちらに対する質問なのかを明記した上でご発言いただけると助かります。じゃあ NHK さん。NHK 中と言いますが、長妻さんと徳田さん両方にお伺いしたいと思います。今回立憲と維新の政策合意で具体的な形でまとまった形だと思いますけれども、今後政府与党に対峙していく中で立憲と維新でその調整して合意した意義というものをどう受け止めていらっしゃるか、お二人にお聞かせください。そうですね、やっぱり野党の中でですね、非常に人数の多い政党2つがですね、まずは合意をしたと、で他の野党にも呼びかけてということになりますと、バラバラにですね、議員立法を別々の観点から出すということに比べると、やっぱり政府を動かす力っていうのは大きくなるんだと思います。でこういう問題は本当に待ったなしなので、少しでも前進させたいというふうな願い、これは国民の皆さんもお持ちだというふうに思いますので、そういう意味ではその推進力が非常に高まるというふうに思いますので、なんとかこの臨時国会でまずこの2つの法案、政府は飲み込んでほしいと思います。はい、私からも、まかたはもとより是々非々でありますので、政策一致がしたところは協力していくという姿勢は変わってはおりません。ただそうした中でですね、まず今政府与党の動きは極めて鈍いと、そして政府与党の中にもややもすると、維新さんはどうせうちとしかやらないだろうというような、私は感情が少しあったんじゃないかなという気もしています。そうした中でやはり是々非々でね、当然どの政党ともです、ね、一致したのについては、そして政府がやってないことについては我々は対案を出していくんだと、突き動かしていくんだという、今回これ大きな塊になれば、それ強いメッセージになると思いますので、今何かと腰が重い、もう後手に回っている政府与党、自民党を突き動かしていくと、そういう意味では大きな力になると思いますので、今後も合意できた部分についてはですね、その政策合意に基づいて、その部分は一致協力してやっていくと。ただ違う部分はもちろんバラバラにというのは、メリハリをつけてですね、国会に臨んでいくことが重要かなというふうに思います。手前から、関西テレビの原と申します。両政調会長にお伺いしたいんですが、国対ヒアリングなんかでも多くの被害者の声を聞かれていたと思います。でそれ先ほども消費者契約法の改正では限界があるという話がありましたけれども、政府案ではなくてこっちの案の方がいいということを改めて教えてもらえますか。そうですね、まず政府案が明日発表みたいなので私もわからないんですけれども、ただその刑事罰っていうのは新たに作らないんじゃないなとも思いますね。あるいはその特別補助制度というのも作らないというふうに思います。つまり、もう信じ込んでですね、そこから抜け出られない方を、じゃあ家族が助けることできないわけですね。そこも問題になっているわけで、そういう解決案がないんではないかというふうに思いますし、消費契約法は本当に使い勝手が悪い、法律の仕立てはですね、消費者なんですよ。名前がもう消費者というのが入ってるわけですから、そういう意味ではちょっと趣旨が違うような形であるので、私はそのお茶を濁してですね、一応法律をできましたと、でも実効性がありませんで、これで終わっては非常に良くないんで、しかも消費者庁の官僚の方とお話ししますと、もう今国会は間に合わないと言ってるんですね、法律は。来年でしょうと。でも本当に来年になってまたこの問題ほとぼりで冷めたら、果たしてやるのかやらないのかわからないと、いろんなことがあると思うので、やっぱりこの法律を飲み込んでほしいという思いはおそらく明日発表があっても変わらないと思います。補足を一点だけよろしいですか。今政調会長言われた行政的刑事的規制というのを我々も受けていることによってですね、これ是正命令に従わなければ命令違反で罰則がかけられますので、昨日も問題になっているの解散命令の請求を今政府できないと言ってますけども、これがあることによってそのまさに罰則がかかるような違反が積み重なっていけばですね、それが解散命令を請求する根拠でも、我々は今の法律でも十分解散命令を請求できると思ってますけども、これができることによってより解散命令の請求の前提も確保できるというふうに思います。
私からも、ちょっとまだ明日出てくるので全容は分からないという前提なんですが、まあ、報道等の通り消費者契約法の改正にとどまるのであれば実行力が疑わしいと、まあ、そもそも消費者契約というのは長妻政調会長おっしゃったように、まあ、売買という契約が基本ですから、寄付というのを足したところでそれを用いてじゃあ司法がですね積極的に被害者救済に動けるかといえば、まあ、極めてちょっと動きづらい法案にとどまるのではないかなというふうに思います。その点は我々の案では3点優位性があると思っていまして、やっぱりまず行政的刑事的規制があるという、まあ、再発防止ですよね、取り消せるっていうことまでできても、それじゃあやった方の悪質なことをやった方は何の処分もないんですかというところで、この行政罰刑事罰というのをかけることで再発防止につながるということが1点目と、じゃあ実際取り返せるのかというときに著しい損害というのは何かということが目安として、まあ、金額であるとか、状況であるのか規定されていて、裁判所も動きやすい、そして特別補助制度ということでマインドコントロールを陥った本人じゃない方も使える余地を残されているというところでは、今の政府案よりもかなり踏み込んだ内容ですし、被害者の方にとっては、かなり使いやすい、使われる救済される、幅が大きい法案になっていると思いますので、これを対案としてしっかりとぶつけていきたいと思います。でもう一点、一方でその先ほどの手段の悪質慎重なステップを踏んでいらっしゃるんだろうなというふうに感じるんですけども、信教の自由との兼ね合いでこの法制化するところの難しさというのはありましたか？そうですね、これも注意深くですね、いろんな専門家の方と議論、そして衆議院の法制局にもですね、信教の自由等々に、ということも注意深くやりまして、そしてこの法案について、合意を見たと、いうことで、ありますので、繰り返しになりますけれども、今でもですね、不法行為で、使用者責任認められているわけですよね。これ今も現行法ですらいろいろ問題がありですね、でそういう判決、確定判決が出ているわけでありますし、特商法でもですね、関連団体が刑事的な責任を問われているわけなので、そういう意味ではですね、こういう問題に鑑みて予防と救済ということで、においてはですね、信教の自由には抵触しないと、こういう結論を得て、この法律を今日合意したということです。多分おそらく最初から我々この法律作り込んでたわけじゃないですけど、おそらく同じ論点にやっぱりぶつかっていて、信教の自由であるとか、そしたら、そもそもこれ宗教法人のみが対象のものではないですし、その行為ということに着目をして、手段の悪質性、結果の重大性というものを対象にしたと、その信教から切り離したところにしているというところ。ただそうするとやっぱりじゃあこの手段の悪質性、マインドコントロールなどというのはどう判断するんだということは、それはやっぱり課題としては残ります。ただそこは相当議論しましたけども、やっぱりでも今は法律で戦う武器すらないと、その被害者の方々が司法に訴えて戦う武器も十分にないという中では、このマインドコントロールであるかどうか、手段の悪質かどうかというのは司法が判断するのは確かにハードルは残る。ただそこは司法がやっぱり乗り越える壁である、乗り越えるべき壁でもありますし、被害者の方が戦う武器というのを与えるのが政治の役割であろうということで、我が党はここに関してはこうした方向性で進もうということを決めた次第になります。以上です。だからいずれにしてもですね、政府与党も同じテーブルについていろいろ議論してほしいんですよね。で向こうが意見があればですね、こっちも意見があるから、でより良いいいものをやっぱり作ると、こうやっぱり姿勢を持ってもらわないと、こう野党のは何も聞かないということはないとは思いますけれども、そうならないようにしていかないといけないと思います。じゃあ MBS、 MBS 伊藤です。与党合意した内容について、スケジュール感ですね、ちょっと早く、なるべく早くという話も冒頭ありましたけれども、デッドラインであったり、少なくともこの辺りまでには提出をしたいというものがあれば、教えていただけますでしょうか。そうですね、できれば来週、例えば月曜日とかですね、目指したいですよね、月曜の早い段階でですね、と思います。当然審議の時間を早く長く確保できた方がいいと思いますし、来週からやっぱ予算委員会が始まりますので、そこは一つの目標にはなるのかなと思いますので、党内含めた調整を急ぎたいと考えています。もう一つお伺いしたいんですけど、救済法案が払いまして連発の方なんですけれども、今回紙として、合意として出てきたのはこちらだけで、
まあ、我々に配られているものと、円バスの方は、まあ、今、説明上ではかなり合意が取れているのかなと思ったんですが、紙にはまとまってない。円バスももう、あれですよね、配りにして、はい、あとちょっと後ほど追って、ちょっとこれは、ね、未定稿ではあるんですが、はい、これ、若干軸が変わるかもしれませんけども、基本的にはそういうものです。あれ後ほど、じゃあ、まあ、ちょっと何らかの提供できるように、ちょっと、はい、アレンジいたします。ありがとうございます。私、はい、年収の4分の1に相当する額を超えるという、この4分の1というのをまあ、求めた理由というか、今度は何になるか。いろいろと議論はあったんですけども、金融 の取引法ですかね、金融で、まあ、貸し入れたときに、差し押さえするときに、25% 以上は差し押さえてはいけないというような既存の法律があります。つまりその 25% 以上差し押さえてしまうと生活が立ち行かなくなるかなということで、まあ、そういった今現存する法律があると、そこを参考にベンチマークさせていただいて 25% という根拠を我々の提案させていただいたということですね。他はよろしいでしょうか。朝日新聞の患者です。どなたかで構わないです。もちろん特別保護制度でもちょっとここに文字となってないのかわからないです。これは今後の未来はどこまでの範囲というようなことになるのか、今のところ想定されているのか、もちろんお願いしてよろしいですか。維新から提案したのは家族などということでありますけれども、それは最終家庭裁判所が判断するということですので、この詳細なところについては最後、まあ、詰めの部分ですので、まあ、実務者協議等も重ねまして、まあ、条文にしていきますけれども、多分最後でも家庭裁判所の判断になりますので、はい、これは裁量の余地というのは残ってくるかなと私は思っています。家庭裁判所の判断によって、当人以外によっても、まあ被害者救済、被害救済、損害救済を求めることができる、まあ、そういうような内容だと認識しているんですね。そうですね。はい。間違いないと思います。はい、よろしくお願いします。今、国会における合意事項として、感染症法も上がっていると思うんですけど、そこについては今日はお話しする議論は何かありますか。感染症法についてもですね、まあ、どういう形で共通するところがあるのかというような議論をしました。でまた近々実務者協議もしようねという話もしてますので、またそれについてもやっていきたいと思います。まだ実務者会合が本格的に始まってませんので、もちろん政府の案では不十分であるというような大きな方向性で重なっている部分もあると思いますので、じゃあどういったところが具体的に、提案できるのかということは早急に明日にでも明日明後日にでも実務者協議設定して進めていきたいというようなところまで今日は話させていただきました。